皆様、空の旅を快適にお過ごしでしょうか。ここで体をほぐすインフライト体操をご紹介します。長いフライトでは血行を良くすることがとても大切です。皆様ご一緒に始めましょう。なお、体操は安全のためシートベルトを着用し、周りのお客様にご配慮いただきますようお願いいたします。深呼吸は全身の血行を良くする上で大変有効です。画面左側の風船が膨らんだ時に息を吸い、しぼんだ時に息を吐いてみましょう。ポイントは息を止めずにゆっくりと大きめに呼吸することです。足首の運動ではご覧のどちらかの姿勢でお試しください。右足を前に伸ばしましょう。つま先を手前に、遠くへ、手前に。手前にした時、かかとを押し出すようにします。そして足首の力を抜いて回しましょう。次に反対に回します。同じく左足を前に伸ばし、つま先を手前に、遠くへ、手前に。手前にした時、かかとを押し出すようにします。そして足首の力を抜いて回しましょう。足でじゃんけんをしましょう。足の指を閉じてグーを作ります。開いてパーを作ります。この運動を繰り返します。グー、パー、グー、パー、グー、パー。かかととつま先の運動です。まずかかとをできるだけ上へ引き上げます。次につま先を引き上げます。これを繰り返します。かかと、つま先、かかと、つま先。次はかかとを上げ、左右にリズミカルに動かしましょう。右、左、右、左、右、左、右、左。足の運動です。つま先立ちで足の力を抜き、両足を左右に振りましょう。足の運動は全身の血行を良くし、心臓の働きを助けます。足の力が抜けたら下ろします。ふくらはぎを揉み、足の血行を良くします。右のふくらはぎを場所を変えながら揉んでいきます。左のふくらはぎも同じように揉んでいきましょう。